トーンエークもしくはトーンエークは、タイの卵黄入り練り菓子で、タイにおける九州の縁起菓子の一つ。黄金色の生地で様々な花をかたどり、金箔を一辺乗せて、飾りとしたものである。昇進を祝う儀礼などの特別な機会によく食べられる。タイ語で、トーンは、金を、エークは、最高のを意味する。トーンエークを、祝いの儀礼に用いたり年長者への贈り物にすると、金運が明け。 仕事面でも耐性してその道の第一人者になれると信じられている。タイの結婚式では縁起のいい数とされる9種類の縁起菓子を振る舞う習慣があり、トーンエイクのほかトーンと名のつく金色の菓子がしばしば用いられる。花の形のトーン一夫累積型のトーン用と、フォーイトーンはいずれも卵黄のシロップにである。 トーンエイクは卵を主原料とするいくつかの歌詞と親戚関係にある。これらの成立には、アユタヤー社のナーラー愛用の時代に、日本とポルトガルの血を引くターオトーンキープマーが大きな役割を果たした。源流となったのは、卵黄と砂糖を主材料とするポルトガルの歌詞、オボシュモーレシュである。ギマルドは、ポルトガルの成果技術を大のそれと組み合わせ。 精緻な工程によって材料に繊細な風味や香り、色彩と見た目を与えるとともに、菓子の種類ごとに様々な美しいデコレーションを作り出した。タイで菓子作りに卵が使用されるようになったのは、アユタヤーシャのことだという。砂糖、ココナッツミルク、小麦粉と卵黄を,を混ぜて布でこし、混ぜながら濃く弱い火で1時間、もしくはそれ以上に詰める。 粘りが出てきたら、冷ましてから型に詰めて、花の形を作る。金箔の小辺で飾り付け、香料入りのろうそくでいぶして、香りをつけると完成である。金箔は、一般の生花材料店や、仏具店で手に入る。タイでは、卵の生臭さが好まれないため、ジャスミンなどの花の香りをつけることが多い。卵には、鶏卵より発色の良いアヒルの卵が好まれる。 ありがとうございます。